ボスニアとヘルツェゴビナの大まかな地域ハニーズ・ボスニアは、ボスニアという名前は、この地を流れるボスナ川側に由来する。セルビア語、ボスニア語、クロアチア語ではボスナ。バダンハ警部や、ダニーロカルチャーが知られている。イリュリア人のイリュリアがあったが、共和制ローマによって滅ぼされ、当初は、イリュリア属州が置かれたが、皇帝属州ダルマチアと皇帝属州パンノニアが分割された。 ローマ帝国が東西に分裂した後、東ローマ帝国の皇帝エスティニアヌス一世が没するとスラブ人が侵入を開始した。6世紀末から7世紀にかけて現在の住人の祖先にあたるスラブ人が定住した。バザンスカ・ネザビーナ。12世紀以降ボスニアはハンガリーの支配下に入るが、ハンガリーの支配は名目的で実際にはボスニアの貴族が 大主や総督を意味する、バンという称号を名乗り支配していた。1322年に、バンとなったスチェパン・コトロマニッチの時代には、ヘルツェゴビナをその半島に収めた。14世紀後半のスチェパン・トブルトコ一世の時代に、最盛期を迎えると、1377年には、称号もそれまでの、バンから、王へと改め、名実ともに王国となった。 ボスニア王国は1428年にオスマン帝国の属国となり、1463年には国王スチェパン・トマシェビチが敗され、オスマン帝国の直接支配を受けるようになる。オスマン帝国時代にはこの地域は、ボスニア州やボスニア州とされており、近隣のヘルツェゴビナ州、ズボルニク県と共に一つの州を形成していた。ボスニアではかつて、 キリスト教をボゴミル派の信仰が盛んであったが、オスマン帝国による統治のもとで徐々にイスラームへの回収者が増え、現在、ボシュニャクと呼ばれる集団の原型が形成されることとなった。長年にわたるオスマン帝国による統治が多くの回収者を生む一方で、ボスニアには聖教徒やカトリックのキリスト教徒も多く存在し、またユダヤ教徒のコミュニティも存在していた。 社会階層としては、ムスリムは地主に多く、キリスト教徒は古作人に多かったと言われる。このように、各宗教が混在した状況ではあったが、オスマン帝国支配下では、宗教別の共同体による自治が認められていたことも、あり、宗教的な対立は、比較的、少なく、各宗教は共存関係にあった。ただし、地主と古作人の経済的な対立が、 宗教対立に変化することはあった。ナポレオン戦争期になると、1804年にスメデレボ三弱で第一次セルビア放棄が勃発。1809年にグラディシュカ地域でボスニア州の反オスマン帝国放棄のヤンチッチの反乱が起こり、経済や宗教などセルビア人の権利は剥奪された。1831年にボスニア放棄と呼ばれる。 大規模な反乱が発生している。1875年にヘルセゴビナ放棄が勃発し、それに引き続くモンテネグロ・オスマン戦争とロト戦争の結果締結されたサンステファノ条約では、ボスニアに自治権が付与されたものの、その後のベルリン会議によって、モンテネグロ公国やセルビア王国の独立が認められた一方で、オーストリア・ハンガリー帝国が、 共同統治国ボスニアヘルセゴビナを軍事占領することとなった。占領当初、ムスリムを主体とする大規模な抵抗が起きたが、占領軍は1878年末までに、これを鎮圧した。これにより1878年以降は、オスマン帝国の名目上の主権の下オーストリア・ハンガリー帝国が死政権を行使する、体制が1908年まで続くが、 地域内に多くのセルビア人が居住することを理由に、セルビア王国は、ボスニアにおける、領有権を主張し続けていた。オーストリア・ハンガリー帝国の占領下の、共同統治国ボスニア・ヘルツェゴビナは、帝国の大蔵大臣の管轄下に置かれ、ムスリム地主の勢力を温存する政策が取られた。1908年10月6日。 共同統治国ボスニア・ヘルツェゴビナは、ヘルツェゴビナと共に正式に、オーストリア・ハンガリー帝国に併合された。併合後も、占領時代同様に、オーストリアにもハンガリーにも属さず、共通増殖の管轄下に置かれていたものの、1910年には、帝国内の他地域と同様に憲法が適用されるようになり、選挙も行われた。バルカン戦争が勃発し、 これ以後第一次世界大戦にかけて、ムスリムがオスマン帝国領に移住するマハッサー問題が起こった。また、戦後にはセルビア人のナショナリズムが高揚した。青年ボスニア党のガブリロ・プリンチップがサラエボ事件を起こして第一次世界大戦が勃発した。こうして、各宗教がそれぞれに政治組織を結成し、宗教に基づいた。 民族意識の形成が進みつつある中で、ボスニアの領有権をめぐるオーストリアセルビア間の紛争が第一次世界大戦へと発展、やがて敗北したオーストリアハンガリー帝国は、その崩壊を迎え、1918年10月29日には、戦後新たに、スロベニア人、クロアチア人、セルビア人国が成立し、1918年12月1日に、 そのハントにクロアチアスラボニア王国やダルマチア王国と共に共同統治国ボスニアヘルセゴビナも組み込まれてセルビア人、クロアチア人、スロベニア人王国が誕生した。1921年に即位したアレクサンダル一世はセルビア人とクロアチア人の対立問題を抱えていた。アレクサンダル一世はセルビア人の権力を強化して クロアチア人の不満を抑え込もうとした。1928年8月8日には、スチェパン・ラディチが暗殺され、1929年に、国王アレクサンダル一世がクーデターを起こして、独裁政権を受立し、ユーゴスラビア王国と改めた。1934年には、 マルセイユでウスタシャと内部マケドニア革命組織の支援を受けたとも言われるブラド・チェルノセムスキーによってアレクサンダルが暗殺された。1939年にユーゴ政府はクロアチア自治州を作ることでクロアチア人の不満を抑え込もうとした。1941年4月1日にクロアチア人民族衆議者がザグレブで放棄して クロアチア独立国の建国宣言を発した。同月、ナチスドイツのユーゴスラビア侵攻が始まり、ユーゴスラビア王国が崩壊してボスニアはナチス海外のクロアチア独立国に併合され、中央セルビアにもナチス海外のセルビア旧国政府が設立された。同年、ウスタシャに対抗するセルビアの抵抗組織、チェトニックが設立されたものの、11月には、 セルビア旧国政府と協力関係になり、地頭のパルチザン部隊やクロアチア人と戦った。1943年11月25日に、ボスニアヘルツェゴビナ人民解放国会班、ファシスト委員会が設立された。1943年11月29日に、ユーゴスラビア民主連邦が建国。1945年4月6日にサラエボは、 地頭によってナチスによる占領から解放された。ドイツの降伏に伴い、クロアチア独立国も崩壊して、独立は取り消され、ボスニアもユーゴスラビアに戻され、1945年4月26日に、ボスニアヘルセゴビナ人民共和国となった。1946年には、ユーゴスラビア連邦人民共和国となる。 1963年にはユーゴスラビア社会主義、連邦共和国に解消され、それに伴い、ボスニアヘルツェゴビナ社会主義共和国となった。1990年、ボスニアヘルツェゴビナ共和国。1991年、ユーゴスラビア紛争が勃発。1992年、ボスニアヘルツェゴビナ共和国はユーゴスラビアからの独立を宣言した。 1992年に、ボスニア・ヘルセゴビナ共和国は、国内のセルビア人への攻撃を米国に求め、米国に断られた。ボスニアは進められるままに、米国の独立系 PR 会社のルーダーフィン社を雇い、PR 会社は、マスコミの喜びそうな話を、次々と流した。例えば、数名の死体の映像をもとに、民族浄化という表現を、多用 さらに変電所を囲むフェンス前に立つ痩せた男性の写真をもとに強制収容所と主張、ナチスによる民間人への大量虐殺同様の残虐非道な状態だというイメージを作り上げた。実際には1994年4月10日から4月11日にかけて米国主導の北大西洋条約機構による セルビア人勢力への小規模な空爆が実施された。劣化ウラン弾ンを浴びたのはセルビア側である。1994年8月、再空爆。11月21日及び23日に、NATO による3度目の空爆。ジミー・カーターの仲介で、1995年1月1日から4ヶ月の停戦。百九十五年、スレブレニツァの虐殺。 米国主導のナト o 空爆が実施された。12月14日、デートン合意で、クロアチア人、ボシュニャク人のボスニアヘルセゴビナ連邦とセルビア人のスルプスカ共和国が成立。ありがとうございます。